こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画ではファッションで若々しく見せる方法についてお話をしたいと思います。 Twitter の方でご質問をいただいたんですが、その方は40代を迎えてもっと自分を若々しく見せたいと、そのためにはファッションどうすればいいのかという形でご質問をいただきました。僕自身今30代後半なんですけども、かつては若々しさとかってあんまり意識したことないんですね。特に僕は20代後半で独立をしたので、その頃はどちらかというともっと年齢より高く見せたいとか信頼感を出したいというのがあったので、若々しさというよりもむしろ年上に見せるようなコーディネートを意識することが多かったんですが、僕自身も30代後半になりまして、この年になると清潔感だとか若々しさだとか、そういったものを多少意識した方がいいなと感じるようになりました。この動画をご覧になっていただいている方の中にも同じような悩みを持っている方も多いかなと思いますので、いくつかポイントをお伝えしたいと思っています。で、若々しく見せようとするあまりにデザインちょっと華美なものを選んだりですとか、色も派手なものを選んでしまう人がいるんですが、これはかえって逆効果かなと思います。無理してるなとかちょっと似合ってないなという感じが出てしまうのはあまりスマートではないので、やりすぎない形で若々しく見せる方法について今回はお伝えしたいと思います。大きく分けると2つの方法があります。まず1つ目は色で若々しく見せる方法です。そして2つ目があるアイテムを使って若々しく見せる方法です。まず1つ目からお話をしたいと思います。服にはいろんなカラーバリエーションがあるんですが、色によって連想されるイメージっていうものがあるんですね。例えばブラックだったらシャープでスッキリとしたイメージになりますし、赤だったら情熱的なイメージになります。で、今回のテーマの若々しく見えるだとか爽やかさっていうものを連想させる色は何なのかと言いますと、それは白なんですね。この白を効果的に使うことで若々しく見せることができるのかなと思っています。まあ、画像をちょっと出してみたいなと思うんですが、例えば白のボタンダウンシャツですね。これもメンズファッションにおける定番なんですが、白という色が持つ爽やかさと若々しさというのをダイレクトに使った着こなしですね。白のボタンダウンシャツにブルージーンズ、こういった着こなしからまずは試していただくといいかなと思います。この上にジャケットを着るというのもいいかなと思いますので、ぜひシャツからまずは取り入れていただきたいなと思っています。で、最近では襟のついた普通のタイプのシャツだけではなくて、バンドカラーシャツといってもうちょっと襟がスッキリとしたものもありますので、そういったものを取り入れるとより今っぽい着こなしになるのかなと思います。そして僕が今着てるようなこういった白のニットも皆さんにぜひお勧めしたいなと思います。特に秋冬なんかは着こなしが暗いトーンになりがちなんですね。黒やネイビーのコートだとかダウンを着て、その中にもさらに濃い色を着てしまうと、どうしても着こなし全体が重たくなってしまうんですね。そこにホワイトを入れることで若々しさを出すことができるかなと思います。特にニットというのは小綺麗に見えるアイテムなので、30代後半、40代、50代の男性にはぜひ取り入れていただきたいアイテムかなと思います。そしてもう一つトライしていただきたいのがホワイトジーンズなんですね。ホワイトジーンズっていうとやっぱりハードルの高さを感じる方いまだに多いかなと思うんですが、20代前半とか30代だとまだご自身が若いので、ホワイトジーンズが持つ綺麗さがより際立ってしまってちょっとキザに見えてしまうこともあるんですが、30代後半、40代、50代と年を重ねていくと、かえってこのホワイトジーンズというのが似合いやすくなるんですね。自分自身が年を重ねて少しずつ清潔感がなくなっているところにホワイトジーンズを持つ爽やかさを足してあげるとバランスが取りやすいかなと思っています。この写真の方は40代中頃の方なんですが、すごくお似合いですよね。年を重ねるごとにこういったホワイトジーンズのようなちょっとキザさがあるものがかえってピタッとマッチしやすいということをぜひ覚えていただければなと思っています。続いて若々しく見せる2つ目の方法なんですが、ややスポーティーなアイテムを着こなしの中にぜひ取り入れてみてください。まずはこの写真のようなナイロンジャケットから使ってみると良いかなと思います。スポーティーなアイテムを着こなしの中に1つ取り入れるだけでアクティブなイメージを与えることができるかなと思います。例えばユニクロのブロックテックパーカーですとか、ノースフェイス、アークテリクスなどのアウトドアブランドのナイロンジャケットから試してみるといいかなと思います。結構こういったナイロンジャケットをうまく使っている人もいる反面で、失敗するとすごくおじさんっぽくなってしまうので、一つポイントを覚えていただきたいなと思うんですね。ナイロンジャケットが結構カジュアルなアイテムなので、その他の合わせるアイテムはちょっときれいめなものを合わせた方がバランスが取りやすいかなと思います。ナイロンジャケットの下には丸首のニットを着てみたり、あとはボタンダウンのシャツとかも意外とあったりします。ボトムスも
ブルージーンズだとかベージュのチノパンを合わせてしまうと全身がカジュアルになってしまいますので、ここにはシャキッと見えるブラックジーンズですとか爽やかに見えるホワイトジーンズ、もしくは僕も今履いていますけどグレーのスラックス調のパンツなんかを合わせるときれいめなバランスが取りやすいかなと思います。全身がカジュアルになりすぎないようにだけ心がければ結構ナイロンジャケットのスポーティーな印象というのは若々しく見せてくれるかなと思いますので、ぜひ積極的に取り入れていただければなと思っています。ここで整理したいと思います。若々しく見せるためには1つ目、色を注意することですね。白を積極的に使うようにしてみてください。白のボタンダウンシャツですとか白の丸首ニット、またはホワイトジーンズなんかを使ってみると良いかなと思います。そして2つ目がナイロンジャケットを使ってアクティブな雰囲気を出すということですね。この2点を心がけるだけでだいぶ若々しい雰囲気は出せるかなと思いますので、ぜひ皆さんもトライをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。よかったらチャンネル登録の方もよろしくお願いします。